ネギ焼きネギ焼きとは、近畿地方に見られるお好み焼き類似料理である。水に溶いた小麦粉を生地として用いるが、一般的なお好み焼きとは異なりキャベツではなく、青ネギを刻んだものを大量に使用する。なお、東京にも同名のメニューが存在するが、こちらは、青ネギではなく、白ネギを使用し、ネギ以外の具材がほとんど入らない混ぜ焼きの、お好み焼きを意味する。具材は筋、根が、 一般的で卵が追加される場合もある。甘いお好み焼きソースが開発される以前の料理であるため、伝統的に醤油やポン酢、あるいはサラッとしたウスターソースを用いる地域が多い。神戸では戦前より泥ソースが使用されていた。今日のお好み焼きのルーツの一つとされる料理であり、キャベツが主材として使用されるようになる以前の洋食焼きのスタイルである。 神戸の肉店や京都のベタ焼きなどにその原型がよく残されている。大阪市淀川区のお好み焼き店がネギ焼きという表記で1994年に商標登録している。伝統的には肉店や一線養殖、広島風お好み焼きなどと同様に丸く焼いた生地の上に山盛りの青ネギトグを乗せ、その上からつなぎにする生地をかけてひっくり返す乗せ焼きであるが、 ネギを生地に混ぜ込んだ混ぜ焼きをネギ焼きとして提供する店もある。キャベツを少量加える店やキャベツとネギを半々に混合する店もあり、店や地域によって様々である。ありがとうございます。